ダメ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 反省反省スタスコちゃダメスタスコちゃあかんスタスコちゃあかん。ということで今日どうした？パタさんの筋肉は使えるのかっていうのを、出ました。気になりますよね。お前の筋肉使えかどうか試したい。はい、私はランニングをずっとやってきたんですよ。で、まあとりあえずマッチョだけど、なんか見せるだけの筋肉なのか。めっちゃ見せてますよ。こういうのとかね、こういうのとか。あの筋肉を使えるか使えないか対決できます。そう。これ何するの？これを、このプレートを、このプレートを取って、あっちに置く。ああ、こうの、あの、蓋かぶる。そう、かぶせて、また戻って、はい、次2個目、次3個目、で4つまで行って走ってきて、この最後のコーンを取った人が勝ち。はあ、これスピード。スピード。瞬発力、そしてテクニック。はい、細かい動き、いや、得意よ、俺。本当？うん。いや、意外とね、自信あると思う。マジで？うん。じゃあ今日、黒人侍の筋肉は、実際使えるか、ただの見せる筋肉かどうか、という動画です。ぜひ、最後まで見てください。え、こういうのやったことある？ないです。ない？初です。初です。楽しみ。ランナーには負けられません。いやー、負けたくないな。あの、負けたら、ここで切腹。じゃあ、準備いいんですよ。いや、ちょっと正面行きたいね。行ってきたら。いや、逆に、この正面行きたい気分が気持ちを焦るから、これいいね。これいい作戦。このままにしよう。ああ、絶対勝ちたい。負けたくないね。ああ。3、2、1で取っていく。いくね。OK。じゃあ、俺が言うね。マジで。行くよ。はい。3、2、ゴー！いや、難しい。ちゃんと被すなんて意味ないよ。かぶせないと勝ちじゃないからね。いやいや、ちょっとダメ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 、反則反則、スタスコちゃダメ、スタスコちゃあかん、スタスコちゃあかん。ダメ、あかん。なによ今の、ずるくない？ 2 枚持っていっちゃうやつだよ。もう一回やろう。こういう作戦考えなかった。あり？これ。あり。もう一回。おっしゃ。ルールだね、ルール。1枚ずつ。ね、ルールその1。で、ルールその2、しっかり、かぶせなきゃダメ。かぶせてくださいよ。くっついたんだよ。分けて。でも、かぶっとらんよ。しっかり、頬に蓋をかぶせましょう。はい。ね。はい。それでは、本番。本番。本番です。3。あれ？ちょっと待って。1、3、2、ゴなんで？勝った！よっしゃ！しんど！見せるだけの筋肉でした。はい、ということで、俺の筋肉は見せる筋肉です。勝った！やった！これはずるいよ！きつい！いやいや、ちょっと待って、これね、皆さんこれの、なんとかもうなんとかしな、俺。これだろ皆さん、これもうチワワの遊び物だ、これら踊りにくいよ、もうこれ。でも一緒じゃん。いやいや、違う、体の違い、体を行っている。言い訳やば、見て踊ってよ、これでこんな細かくですね、もう。いや、ずれ、もう一回やりたい。ガチで？いや絶対負けないよ、もう。もう一回やりたいな。
入ってみてな。見せる筋肉なんて嫌だな。いくよ。はいよ。3、2、1。これ入ってない。入れないよ、ちっちゃくて。ずるいよ、もう。お疲れ様。結果をお願いします。はい。ということで、はい、すいません。黒人侍の筋肉は、はい。ちゃんと使える筋肉にします。負けました。認めます。2対1。認めます。お疲れ様でした。ただ、でっかいじゃダメだ。でもちょっと言い訳にしたいね、うん。ちょっと俺もなんかこう取りやすいコンディション。ね。あなちうちわわの遊び物じゃなくて。何あれ。いや一緒だけど体の違いだよ。言い訳や。言い訳言いました。言い訳。瞬発力だな。じゃあもう単純にスピードで行こう。完全な走ってる。じゃあもう単純に奥まで行って、うん、戻って、うん、これを取る。あ、いいよ。うん、勝負はね、やっぱり今だね。短距離久しぶりなんだけど。短距離は多分俺自信ある。よし、行くよ。絶対そうだよね。マジで。俺一回負けてるから。よっしゃ。一回負けない。どちらへ行くの？ 3、2、5 でいい。3、2、5？ うん。3、2、5！ ないんかい俺の筋肉使えるか。とてみろ。マラトランナーに勝った。俺こんなに走るのは多分20年ぶりぐらい。でもさ、走り方がさ、もうただのロボット。走り方がただのロボット。やばかった。多分長距離走ったら多分きついと思う。俺の走り方ばっかり見てるから。多分そうだ。なんか面白かった。俺作戦成功。走り方で頑張った。これで喜ぶだってどうなの。いや喜ぶよな。こんなに頑張って作った筋肉がつかない筋肉って言ったら嫌だな。喜ぶよ。でもさ、ライン同じところからスタートするとバリ喜ぶ。じゃあいいよ、お前に出て。もう一回やるよ、俺。うん、あんた何回も俺いけるから、もう一回やろう。タイルでいいよ、タイルのところでいいよ。何が？タイルのところ。いや、それはこれでいい、これで。またわがまま、こうやってさ、また勝つとなんか、それで喜んでどうか。じゃあもうタイルのところからスタートしていいよ。いや、それは近すぎ、それは絶対勝てるよ。そこは絶対勝てるし、ある、うん、そこだったら絶対勝てる。これはやばいね。これはプレッシャーだな。そこだったら絶対勝てる、うん。よし、俺は絶対負けない。よっしゃ。でね、その木をね。何何？あの木でしょ。あの木を触らなきゃダメ。あの木を抱きしめる。ハグハグハグして、そう。ハグ。え、で、どっちがいいの？スタートじゃあ行って。じゃあ俺行ってね、いいの。はい。行くよ。うん、3、2、5で。はい、ready？ Yep。3、2、5！負けた。俺の筋肉、どんな筋肉だ。どんな使える筋肉。大きい声で言ってもらわないと。俺の筋肉、どんな筋肉だ。まあまあ使える。まあまあ使える。よし、まあまあ認めてもらえた。いいしんど。でも俺ね、勝った理由わかる。
ベンチに近づいてビビったんだよ。ブレーカーがないんだよ。あれでやられたんだよ。あそこがチャンスだったもんね。絶対あそこで止めるかなと思って、もう俺飛び込もうと思って。それは、あの女性と男性の違い。早かったよ。早かった。でも俺作戦はそこしかなかった。こんなに走ったのはマジ、ラッピーやってる時代がもう25年以上。マジだから、何回もいける。これあと3分だったらもう一回いける。私もいける全然。体力はある。もういい。もういい。はい、ということで。結論は何じゃ結論。はい、結論は。まあまあ、使える筋肉じゃない俺は。まあまあやな。まあまあ。じゃあ、俺の得意、自重以降。クレイジーファイブを5周。5周は今。ジャンピングスクワット入り。やらせる。それで、でもやって、私ができたら。できちゃうまでできたら、今日は引き分け、うん、いいね、それにしよう、それをそれは勝てる自信あるよ、うん、最後までできたら引き分け、はい、やばいな、俺がやる自信ない。2、3、4、5、入れたで1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、ラン1、2、3、4、5、はい、ジャンピングスクワット1、2、3、4、5、はい、3周目1、2、3、4、5、はい、気持ちいい。やられすぎた。1、2